疲れ様です。今日はね、午前中は丸沼に滑りに行ってました。そしたら地元の先輩のスキーヤーの人がたまたま出会って、久しぶりだっていうことで一緒にね滑ってくれて、めちゃめちゃ面白かったっすわ。もうスキーヤーと一緒に滑るのがね、俺結構好きで、やっぱそのスピード感がスノーボードにはないスピード感でね、すげえ速い、しかも超うまいスキーヤーの人だから、もう話を聞くだけでも見てるだけでも本当勉強になる。まあ、スノーボードとスキーってやっぱりね、前を向いて滑るのと横を向いて滑るのって全然違うかもしれないけど、もちろん違うところもたくさんあるけれども、でもやっぱり雪の上を滑るっていうことは同じだから、そういった意味ではね、そういうの関係なくすごい、自分はスキーのラインとか好きで、すごい好きで、まあその映像も撮ったんでちょっと見てみてください。こちらです。スキーヤーの方はね、自分の2個上の先輩でね、北海道から片品村の方にね移住してスキーやっています。 5,6 年前とかはね、山を滑るフリーライドの大会とかね、片品からね一緒にね行っていた、まあ、戦友でもあったりとかする中ですね。でもすごいね、自分のやっぱり今回のクラウドファンディングだってね、リストの上ではどんな感じとか聞いてくれたりとか、応援してくれる人なんでね、自分のこと本当にそうやって、地元でやっぱり自分のことを応援してくれる人って、まあ、数少ないので、まあ、本当大事にしていきたい友達先輩でもあります。で、今日午前中で上がったのは、午後から上毛新聞の記者がね、片品村に来てくれて、今回のクラウドファンディングだったり YouTube だったり自分の活動っていうのをね、記事にしてくださいって自分の方から連絡して、話を聞きに今日来てくれます。まあ、クラウドファンディングのことをね、大々的に宣伝してほしいって思っていますので、群馬県内の新聞でだけだけどね、でも全国に新聞の方で全国にね載せてもらえるようなところとかもね、だんだん増えてきてますのでね、多くのそういうメディアとかをね使わさせてもらって、今回の活動っていうのをね盛大に盛り上げていきたいなとは思っています。まあ、どんな感じで、まあ、YouTube もね、その記者との話とか撮れるかどうかまだ分かりませんが、まあちょっと話とかをして、できる限りはね動画撮っていきたいと思います。モンキーがいる。今帰ってるんだけれども、このキャラクラ感
丸沼から片品に帰る道、キャラクラ館、この温泉はね相当いい温泉です。まあちょっと暑いですね。まあこっちの温泉もあります。こっちはね結構見た目がねいい感じで、キャラクラ館のお湯とこっちの薬師温泉、白根温泉はね、あれ温泉の質は違うんかな。とりあえずなんか結構片品村の地元の人たちはキャラクラ館の方に行くっていうのが多いですね。まあここは今はねそんなに機能してないけれども、夏とかはこちら藍染め体験か、藍染め体験ね一昨年まではやってたんだけど、去年はねやんなくて心配してますね。どうしたんだろうなって。でまあここの道はトウモロコシ街道って言われてるくらいだからね、こういうトウモロコシとか、まあ、片品村の高原野菜っていうのをね結構道路端に屋台的な感じかな、まあお店がたくさんあって、まあ、このエネオスは全然機能はしてません。いやもうやってないかな。この大滝ドライブインの舞茸ご飯は相当美味しいです。ね、こうやって建物がねちらほらあるんだけど、トウモロコシ街道くらいだからね、焼きトウモロコシとか夏はね食べれますんで、冬は全部閉まってます。じゃあ夏やれよって思うかもしれないけどね、夏はねこっちやってる時はねあんまりそういうところをね取れなかったから、まあ来年はね片品村のそういうところとかをねまあ取れたらなとは思っています。で片品村はねご飯屋さんがね限られているんですけれども、冬は、まあ、スキー場の中にたくさんねレストランがオープンするんで、冬は相当いろんなご飯食べるところが増えます。なので結構おすすめのスキー場内のねおすすめのご飯屋さんっていうのはね、これからスキー場を行って滑るときにね寄ったりするんで紹介できたらなって思います。スキースノーボードしなくてもそこのお店にご飯食べに行くっていうだけでもいいと思うんですよね。俺と自分の妻とあと娘連れてそり乗りとかちょっとね軽く雪と遊ぶっていう時にねスキー場のそり乗り遊びのところとか使わせてもらって遊んでからご飯屋さんに行くっていうこともね結構やってますんでね、まあ、冬はねやっぱスキースノーボード以外にもご飯屋さんが増えて、まあ、美味しいご飯が食べれるっていう楽しみもね1個増えるんで、そういった意味でもね冬は俺は超好きで、まあそういったね片品村のご飯屋さんとかもねこれからどんどん紹介したいなって思ってます。ちょっと YouTuber っぽいよね。なんかすいません、飲食店になんかすいません、動画撮りたいんで撮影許可お願いしますなんて言ったりとかするのがね、地元で知ってる人だからねちょっと恥ずかしいけど、でもそういうのは関係なくちゃんと紹介させてもらって、この YouTube をね見てくれた人が行ってみたいなとか食べてみたいなって思ってくれてそこに訪れるっていうこともね本当にありがたいとは思うし、自分も片品村に遊びに来てくれるのは嬉しいし、お店もねお客さんが来てくれるのは嬉しいと思うんで、そこはウィンウィンな感じでねやっていけたらなって思っています。紹介したいとこばっかだな。まあ時間の限りだんだんやっていきましょう。尾瀬の木道って綺麗じゃないかって言われてるんですけど、やっぱりそこは歩いてない人たちの意見で、その一ノ瀬、尾瀬沼川の一ノ瀬だったり、はい、そっちは群馬県さんが管理している木道なんですけれども、そっちは相当道が木道がボロボロで、
あとは竜宮から見晴らしの間。もう自分たち牧歌さん歩くんですけど、そこの間は環境省が管理している木道で、やっと本当に悪いところだけ少しは治ったんですけど、まだまだ悪くてやっぱり危ないところたくさんあるので、この小山の方も夏場に行ったんですけど、はい、はい、じゃあ7月とかのあたり、あーはい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 、いつもこっち側ばかり原の方ばかりに行ったんだけど、はい、こっちも大勢だし、だからなんかやっぱりもう木造が本当に全然違う、あのこっち側の小山の方は2列になって、はい、いい感じになってるのに、そうですね、昔はそうだったけど、今1本しか完璧に、1本しかなくなっちゃってたり、はい、この1本残ってるところもちょっと朽ち果てて、そうです、そうです、本当そうですよね。この道は一ノ瀬から三平峠への道です。群馬県が管理している木道となっています。これが今の尾瀬の木道の現状です。逆にその家は比較的いい天気、すごいいい天気だったんで、はい、濡れてないし、はい、これはこれでなんかいい感じだね、こういうなんか、あ、デグラとは違う感じで、はい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 、結構いいねなんて言いながら、まあでも雰囲気とかそうそうそう、そういうのはすごいいいですよね。そうですよね。やっぱ元々はやっぱり尾瀬沼側からが尾瀬が始まったので、はい、雰囲気はすごいですよね、そっちね。自分たちも尾瀬沼山荘っていうところの山小屋にあの運ぶんですけど、荷物を。なので一ノ瀬から尾瀬沼山荘までの道を使うんですけど、で今回そのクラウドファンディングを始めるって感じなんですか。そうですね、はい、まあ、その流れとかも詳しく説明すると、あの再度説明すると、まあそのまあ、自分僕が7年目なんですけど、まあ、5年前くらいにその木道が悪いなって思ってて、これ危ないなっていう瞬間とかがあって、でもあのいろいろ調べたりとか先輩から聞くと、その木道っていうのはだいたい 7,8 年くらいであの掛け替えをされているっていう風な説明があったんですけど、でも明らかに 7,8 年以上経っている、うん、むしろ10年以上、むしろ20年以上経っているところもあったりとかして、治ってないって何なんだろうっていうところから、あの、まあ、5年前にそれを思って、で一度その群馬県さんの方にあの電話して、なんで木道って今すごい悪いんですけど、で 7,8 年で建て替えやってるとかって、付け替えやってるって、そうですね、はい、県の管理だし、はい、そうですね。でも群馬県さんに確認したら、あの資金がちょっとあの予算がなくて直せませんでしたっていうふうに言われたんですよね。ではそうなんだみたいな感じで思ってて、でもね、直したい気持ちっていうのはやっぱりある感じがあったので、じゃあいつか直るのかなってずっと思ってて、それ全然治んなくて、で、まあ、毎年どんな感じで、進めていくんですかとか、あの聞いてたんですよね。そしたらちょっと予算の関係でっていう、ずっと予算の関係で治らないっていうことを言われ続けてきて、そしたら予算集めたらじゃあ治るのかというところから、予算を集めて県に渡せば木道が治るのかなってシンプルに考えたんですけど、まあ、それででも予算を集めるって言ったって自分たちには何も力がなくてっていうところからだったので、いきなりクラウドファンディングを始めたところでそんな大きな予算っていうのは集まらないだろうっていうことで、そしたらどうしたらいいかっていうところで、まあ、尾瀬の魅力の発信と自分たちがやっている牧歌さんの、お仕事の内容だったりっていうのを、まあ、YouTube っていうのを使ってこうコツコツ
アップしていったんですよ。今年の5月の26日から、まあ、このクラウドファンディングをやりたいから、資金を集めたいから、まずは自分たちの活動を宣伝したり、この木道を直したいっていう思いをちょこちょこ挟ませてもらって、やったところ、7000人以上の、チャンネル登録者数になって、やってる時はずっとだんだんどんどんチャンネル登録が増えていって、でこのジャパニーズポーターを見て尾瀬に初めて来たっていう人たちが、自分がこう自分に伝えてくれた人たちの数でいうと540組くらい。そうですね、今年、はい、初めて YouTube 見て初めて尾瀬に来てくれた方ですね。まあ、その声をかけてくれただけでも本当にやってよかったなって思ったし、何キロくらいあるんでしたっけ、まあ、約70キロから80キロ平均荷物は背負っていますね。それを届けるのにやっぱり木造の良し悪しっていうのはもうまさに時間、なんかかかる時間とかにも影響するっていう。そうですね、やっぱり木造が傷んで出るところは歩くのはやっぱ相当怖いですよ。ちょっとくぼみとかがあったら、そこに取られたら捻挫とかも簡単にしちゃうので、それで個人的にもやっぱり木道良くなってほしいなって思ってたけど、それよりもやっぱ山小屋さんの人たちが木道良くなったらいいなってこともやっぱりおっしゃってたので、山小屋さんたちが木道良くなってほしいっていうところを言ってるところで、自分たちにも何かできないかなって思って、そういう活動をしていきたいなって思って始めさせてもらいましたね。で、上毛新聞さんにお願いと協力をしてもらいたいところっていうのは、この記事を載せてもらえるのならば、クラウドファンディングの当日日にしてほしいなって思ってますね。そうでないと、なんか、はい、そうですよね。そうですよね。なので、もし年内にその載せるのであれば、やっぱクラウドファンディングのページを今作成してて、これからまた何が起こるかわからないと思うんで、なんか年内に載せてもらえるんだったら、その YouTube っていうところ、ぼっかさんが YouTube を始めて木道を直したいと訴えているっていうところとか、そういった内容でしたら年内に載せられるかなと思いますが、クラウドファンディングに関してはちょっと決まらないとっていうところで、あと大事なポイントはオールはナッシングスっていうので、オールインタイプとナッシングタイプの 2個あって、種類が、オールインの方は1000万円とかその自分の目標金額にいかなくても、集まったお金だけもらえますよっていうところですね。でもオールはナッシングの方は、目標金額達成しなければ0か100か、はい、で今回はオールはナッシングを選んでますので、達成しなければ0っていう道を取りました、自分は。すごい、なんか背水の陣みたいな。そうですね、やっぱりその1000万円以上集めなければ、そのね、100メートルっていう間とか なりますので、1000万円以下とかでなんかちょっとしたお金しか集まんなかったら、なんだろう、クラウドファンディングやる必要ないと思うんですよ。だったら自分たちの YouTube の方の収益とか、グッズを作ってグッズを販売して得た資金とかで群馬県さんに寄付をするくらいでいいと思うんですよね。その YouTube の視聴者の人たちで協力をしてくれる人たちが今34名いるんですけど、各県に34名の人たちと、まあ、Google Meet を会議したりとかして、それが尾瀬の木道を直したいっていう名前なんですけど、34名で尾瀬の木道を直したい、これは漢字で尾瀬の木道で、直しがひらがなです。で、タイが舞台のタイです。で、この尾瀬の木道を直したいの人たちが今チラシとポスターの設置のアポ取りをしてくれたり、 YouTube からのコメントのアイデアを
まとめてくれたりしていて、でその人たちが今資料を作ってくれたり、宣伝とかもしてくれてますので、まあ、そういった人たちと一緒に今この活動を広げていってるところですね。でも尾瀬の木道を直したいの人たちの協力を、まあ、宣伝をしながら、やっぱりこの活動をもっと多くの人たちに届けるためには山小屋さんたちの協力だったりガイドさんたちの協力っていうのも必要になってくるっていう風になってきて、声をかけさせてもらって、協力するよって言ってくれる山小屋さんたちだったりガイドさんたちがいますので、なのでそういう尾瀬が大好きな人たちでこの問題を解決するっていう取り組みの流れになってきてますね。そうしましたらあれですか、そういうふわっとした感じを乗せてもらうのももちろん嬉しいんですけど、やっぱレディー4さんと今回の会議をした時にやっぱりそこでやりますよってなってページが飛べれば効果はあるらしいんですけど、今年そのことを載せてくれたとしてもクラウドファンディングにこうなんだろう人が流れるっていうことはほぼないらしいんですよね。なのでこのクラウドファンディングをもし応援してくれるのであれば、そうですね、始まるっていう日に、はい、15日から15日に、はい、また別途出すことは、はい、大丈夫だと思うんですよ。そうですね、それが、でもそれができるのであればすごくありがたいですね。その段階でまた完了させて、はい、そうしましたらなんか、クラウドファンディング始まったみたいな、はい、それはもう本当にありがたいですね。